展開上は、まあ、バクリがこう、うん、まあ牽制あって、うん、ちょっと松坂さんが前に出したんで、うん、取ってくれるかなと思ったらどうやら取らなそうな雰囲気だったんで、うん、まあ、そこはでも肘張っても、うん、あのしょうがないっていう新田さんとはちょっとそういう話だったんで、まあ、僕が出るよりも新田さんが出てくれた、うん、まあ、結果的に前取って、うん、まあ、もつれるし、まあ、自分が行きやすい展開にはなったかなっていうのは、うん、まあ、その中でその、まあ、吉田拓也選手が出てきたばっかりでどうなんだっていうのも、いや正直だからやっぱり見てる限りでは強いっていうのは分かるんですけど、実際走ってみないとやっぱりどうなのかっていうところがやっぱ非常に難しいなっていうところはあったんで、やっぱ強いと思いますよ、あの2車で、はい、3までは残っているっていうのも、いや すごいですね、やっとこさって感じでした、その4コーナー、まあ整うまでが結構時間かかった、すいません、ありがとうございます、整うまでが時間かかったんで、まあ、どうしてもし、ね、引くのはもうさっと引けばよかったかなとは思いますけど、でも今度飽きすぎちゃったりしてもなかなか難しいところだから、まあ、その辺はもうちょっとしっかり早、もうちょっと早く多分脈返せるような状態にはできたのかなとは思うんで、まあ、もう一回レース見て、はい、まあ、まずはその新田さんとのワンツーでクリアっていうのはそうですね、まあ、せっかく昨日輝山君にも乗せてもらったし、まあ、ダービーの賞金もほど遠いんですけど、まあ、諦めずに、まあ、3月のダービーは出れないにしても5月はひょっとしたら諦めなければ出れるかもしれないなっていうのはあったんで、まあ、なんとかここでとりあえず決勝乗らないと多分どうにもならないとは思ってたんで、まあ、ひとまず近々の目標はまあここで決勝乗るっていうことだったんで、まあまあよく戻ってるなとは思いますけどね、はじめじゃあもうこの辺だったらもう点数気にしながら走ってっていうのを考えてたんでは、本当になかなかこれで戻るのかなとかレスキュー点数取れるのかなっていう感じだったんで、まあその中でうまくこう調子も上がってきてるのは、こう周りでいろいろ支えてもらってる先輩とか親とか仲間とかトレーナーとか、まあ、家族がいるおかげで、まあ、こんぐらい良くなってるのかなっていうのは思いますけど、まあ、よく本当によくしてもらってるんで、まあ、やっぱ結果は出さないと、うん、はい、もう一つ決勝で一発という感じ、そうですね、でもなんか勝ち上がりもいいんで誰か優勝できるような仕掛けがまたできれば難関で、はい、最高ですね、彼女頑張って、はい、ありがとうございました。